ご案内いたします。この飛行機はあと5分ほどいたしますとシートベルト着用のサインを点灯し、仙台空港へ向けて降下を開始いたします。化粧室はお早めにご使用ください。お休みになられていたお客様にはお声をおかけしておりません。お飲み物をご希望のお客様はお知らせください。来るかな来るかな。トップオブディセントの出待ちしなくてもベルトサインオン。トップオブディセント、そうは言うけどこの機は特に出待ちが必要なのよ。オートスロットルがないからほったらかしにできないんだよね。放っておくとオーバースピードになってオーパイが外れちゃうし、出待ちをしてもサインはもらえないけどな。どちらかというとサインを与える側だよね。なんで無言になるの？せっかくそれっぽいことを言ったのに。サインはサインでもベルトサインってか、やははははははは。これで OK？ キャラ崩壊かな。ご要望にお答えしただけだぞ。ちょっと早いけどいいかな。ランディングライトオン。キャビンノーティファイ。仙台港かな。太平洋フェリーの船かな。あれには勝てるね。サービスは圧倒的にあっちが勝つだろうけどな。たまに船も良いかもね。潜水艦は収録されていた気がするぞ。操作方法が全くわからないよ。飛行機は戦闘機以外なら艦でなんとかなるけどね。船は未知の世界だね。あっちはあっちで面白そうではあるよな。オールニッポンワンブーブーボー、ターンライトヘディングブーブーゼロ。ヘディングブーブーゼロ、オールニッポンワンブーブーボー。バラすなバラすな。このままエルナブで旋回終了まで待つと ILS をうまく捉えられるか不安だったので、急遽ヘディングモードに変えました。結局自分で言っててくさ。オールニッポンワンブーブーボー、クリアドボー ILS ズルーランウェイブセブンアプローチ。クリアドボー ILS ズルーブーセブンアプローチ、オールニッポンワンブーブーボー。アプローチボタン、プッシュ。オールニッポンワンブーブーボー、コンタクト仙台タワー、ワンワンエイトデシマルセブン。タワーワンワンエイトデシマルセブン、オールニッポンワンブーブーボー。仙台タワー、オールニッポンワンブーブーボー、ランウェイブーセブン。オールニッポンワンブーブーボー、仙台タワー、ランウェイブーセブン、クリアドブーランド、ウィントプー30アット5。ランウェイブーセブン、クリアドブーランド、オールニッポンワンブーブーボー。ファンサービスでもしよっと。ギアダウン。どういうファンサービスだよ。もうみんな大興奮でしょ。興奮しすぎてチャンネル登録と高評価したくなっちゃってるよ。ぜひぜひお願いいたします。逆の方を押されるぞ。まあギアダウンを間近で見られるのがダッシュエイトの魅力ではあるけどな。タイヤの真横か少し後ろに座れば接地時の煙も見られるしね。プロペラの隣に座ればプロペラ地の変化も撮影できるし、魅力たっぷりの機体だね。コアラのためにプロペラ地の設定をしてっと、こうしておくと、水力をある程度上げると、勝手にピッチが上がります。
設置できればいいんだよ。間に合うかな。ダメならダメでトラパターンにでも入れさせてもらえばなんとかなる。仙台ってそういうサービスはやっているのかな。チェック。おっとっと、戻らなそうだね。オートパイロットディスエンゲージ。ミニマムス、コンティニュー、ミニマムス。スレッシュホールド。もういいかな。アンコリとベルトサインオフ。ということで本日のご登場並びにご視聴ありがとうございました。無編集の動画を再生リスト内でのみ公開していますので、もしよければご利用ください。次回はどうしようかな。無難に痛み線とかかかな。それではさようなら。ありがとうございました。